『新平家物語第』第686回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。 女体の胃腸彼女の足音に暗い納屋の内からぴょんと犬の子みたいに飛び出した子があった朝丸の下の今年12歳になる女の子マドカであった「大変よお母さん大変!と」とマドカは口を尖らせて告げた「お兄さんの汚い着物や袴がほらほらあんなところに捨ててある」え朝丸の,の着物か よもぎは驚いて中へ駆け込み、別な物置棚を見回した。そこらもひっくり返されてある。かねて夫が堀川殿から頂い,いたまま、ろくに気もせず、しまっておいた真新しい刈り犬と袴、それから太刀なども見当たらない。きっとお兄さんだ。そこの土を掘った泥棒もお兄さんかもしれないや。 無邪気な声に似ていたが、まどかの言葉は母親の胸を突き刺した。もう一度、よもぎは奥の机へ甲高く呼び立てた。朝丸がと聞くと、今度は彼女の夫もつんぼではなかった、すぐ飛び出してき、口をそろえて妻やまどかが朝丸の仕業とそしるのを聞きながら、彼もやや平静をかいた面打ちだった。納屋の内や外を泣きたいような目で見返した末、一人じゃないね。 ポツンと行ったきりあとは呆然と腕組みしている朝取りだった。え大勢ですね日陰の土をごらん小さい足跡がやたらに残っているじゃないか。じゃあ朝丸がガキの大将になって以前うちにいた悪い子たちを引っ張ってきてやった仕事かもしれませんね。たぶんそんなことだろう。だがよそのうちでなくてよかったよ。 お金ばかりがタチや仮切るまで持ち出して、今に何をしでかすやら知れたもんじゃありません。ああ、とんでもない子になってしまった。それもこれもあなたが自分の貧乏や子どものことは考えず、人のおせっかいばかりにくれていたからですよ。今更そんなくりごとを言ってみたってどうにもなるまい。親としてこれがシャーシャーとしていられますかね。私は、私は悔しい。 あんな良い子を大それた盗みをするような子にしてしまってよもぎは袖口を噛んで泣きじゃくったそばへ寄り添ってくるまどかを抱き寄せてまた「ねえまどかお前だけはそばにいておくれお父さんがああなので子供にまで愛想をつかされてしまうんだよ家さえ困らなければ朝丸だって悪い方へそれるはずはない子だものだけど」 医師の技はありながらお父さんって人は貧乏が性に合っていて好き転んで私たちにまでボロを下げさせているんだからしょうがない何かの因縁だろうとお母さんも諦めてはいるけれど」。窓かへ行っているのだが実は夫への恨みつらみな愚痴でしかない。 言いつのる女の愚痴というものはどこかに持つ幼稚な哀れさを男に催させ男をして突然滑稽な感に絶えなくさせるものでもあった <laughs> もういいもういいせ何がおかしいんですあなたは何もわからない窓かまでがべそを書いているじゃないかお暇をください私におやその年になって今更どうするんだいそんなどころじゃありませんよ あなたは平気でいられるでしょうが私には朝丸が悪人の仲間へ落ちて行くのを見てはいられない都中歩いてもあの子を探し出すんですそれは無駄だろう広い都の中いえ当時の界ラジ羅城門東山の八坂の塔など不老たちの巣を探し歩けばまあまあまあお待ちを無理はないがと朝鳥は妻を誘って裏のぬれ縁に腰掛けた。 しきりにさっきから親の反省を彼自身は抱いているふうだった。そう言われるとわしはつらい。わしも世の大人の一人だ。朝丸ばかりでなく近頃都のうちには長い戦の巷が生んだ悪道が徒党を組んで死体放題な悪さをやっているそうな。とはいえ。 方言平時以来大人どもが演じたことに比べれば、まだ小さい小さい、侍義の犯行。そんなことどうだっていいじゃありませんか。私は私の子供だけを悪い仲間から連れ戻してくればいいんです。そうは行かないよ。お互いの世間だからね。それでは世間の持ち合いというものはおしまいになる。こんな小屋でも世間の中の一軒だから。 じゃあ捨てたきでいるんですか、あ丸まるをとんでもない。あれを産んだわしたちはどこまでも産んだ責任を持たねばなるまいさ。だから私はまあお聞き。わしたち大人に愚痴を言わしてもらえるなら、まったくえらい時代にあいにく大人になったもんだよ。産んだ子に責任があるばかりでなく、産んだ時代にも大人たちすべては。 皆同様な責任があろうというものじゃないか。何言ってるんです、あなたは。そんな考え方は、まあ、院の法王様が第一になすったらいいでしょう。基礎の朝日将軍とか、平家の打浄入道殿の御一門とか、いい思いをなすったお人はみんなするがいい。 A さ山の偉い大主だの、奈良の喧嘩強い奉仕方もその組かもしれません。だけど、あなたなどは六位の下にも武家の端くれにもなったわけじゃないでしょう義経様に壊れて壇の裏組んだりまで行ったのも、源氏平家を問わず、ただ怪我人助けのためだったんじゃありませんか挙句の果て続いているのはこの貧乏と迷惑ばかり。どうして今の世間に責任とやらを負わなければいけないんですわかりませんね、私には まあそう剣もほろろに大こりでないお前の方が一応垂れ物言うどおりだがねけれど将軍なんだわしの思いは。 あいにく方言平次次庄要はじえというけうな年代に大人となってこの地上にともども生きてきてしまったもんだから自分だけは悪因も作っていない罪もないと一人超然といい子になっていられない気持ちなんだよと言ってわしに何の償いも世にできないこともよく分かっているのだがね祈りさ はあ、ただ祈りさわしの思いは変わってますよあなたという人は女房子の幸はちっとも祈りはしないでそんなことはないわしとて親だお前の夫だだがね正直この間中からわしは人間というものがほどほど嫌になりかけて困っている少し窮屈にかかった君だ。 直さななさけければいいいと思っているどうしてですか壇の浦以後世の成り行きがこうとはわしも思わなかった世のものを焼きに焼き人の束ねを罪に積みあれほどな修羅もこれでまあ本当の太平に帰るなら是非もない犠牲かと目をつぶって念じていたら何のことはない。 半年も持ちはしなかった。だって私たちのせいではない。せいではなくても災いはかかってくる。無力な民の災難は名のある者の没落や討ち死によりもどれほど多いか。嘆いても嘆き足りぬことだが、鎌倉殿が今のようでは再び何が起こるやら、そら恐ろしい。人間が皆獣じみて見え、この世の中まで。 いやになるまだ戦いは続くんですかいつに方眼殿のおむねだがいかに人中なお方でもあまりに恥じしめられ追い詰められれば人間生きるためにどう猛獣に一変しないものではない。いや こんな始末では鎌倉の府自体も長くは持つまい、せっかくな勝者の府も民の望みに応えず、かえっておごる者とおごる者の,の争いが自らの鎌倉を遮と残と陰謀の府にしてしまわなければ幸せだが。古女房のありがたさである。人には漏らせぬこんなうつきも、よごぎなればこそ面白くない顔はしていながらも聞いてはくれる。 と朝りが気が付いて苦笑のもとに口をつぐんだ時だった表のしおりの口でしきりに「くすしの阿部の朝鳥殿とおっしゃるのはこちらでございましょうかの東下がに住まうおしるべのご病人から頼まれてきた近所の男でございますのが」と訪れる客の声がしていた客は素朴な農家の子旦那 朝鳥の前にもじもじ座って「ついこのお近くまで用事で参ると申しましたら善二殿がぜひ立ち寄ってお願い申してくれとのおことづてでございましてな」とひと言ごとに頭を下げて言うのであった「それはご苦労などなたかわしに見てくれいとおっしゃるので」はーい「ははいはい多分なかなか来てはくださるまいがと善二殿もとつこうつお考えでございました。 ご病人とはそのお人か。いえいえ前里のお娘子の方なので娘子えい、えと急にまた男は肩を狭め外や内を見回しながら声を低めた。そ,そのご病人とは。 静かこでございます何せ沙汰ある日までと北条殿からわずかに中のおからだ。昔のシるべすら後日を恐れて立ち寄ってはくれませぬ手前は近くの農家ゆえお気の毒などまあ朝夕に畑のものなどをそっとお届け申し上げているものでございますがありがたいそれはようしてくだすったのう聞かぬうちから予感はしていた。 朝鳥はかかににわわっって使いいの百姓に礼を言わずにいられなかった自分でさえも心には始終ありながら近づきえずにいたのである吉野で捕まり六原の蝶で吟味を受けた後母の手元に身柄預けとなっているという評判は隠れもないので耳にしていた。 けれど前理のその家も六波羅兵が日夜晩についている静御ぜは閉じこもったきり一度も外へ顔さえ見せたことはないとか何かと耳にする噂につけ下手に近づいてはかえって母子の二目になろう自分とても六波羅の注意人物と差し控えていたところだったのだ伺いましょうお連れください朝鳥が早速座を立つとえ お越しくださいはするかこうたやすくと扱いの男も意外だったらしく、喜びまろんで先に詩織の外へ出て待った。よもぎは聞いていたらしく、いいんですか、お出かけになってもと、六原の思惑をひどく恐れるもののように不安を込めて、 この上にもしもの災難でもかかったらどうするんです私も生きてはいられません。お断りしたっていいではありませんかそんなことはできないよ。あなたに言えないなら私がお使いの者へ断ってあげますから余計な差し出口をするではない。他のことではいけないがわしは医師だ。 医師にはどんな関門もない。でも、六らの蝶が邪水してお互いをかけまいものでもないでしょう。かまわぬ。猪の大道を行く分には怖いものはどこにもない。惹かれても立派に蝶でわしは言えよう。心配は無用だよ。お前が心配顔するとごらん。まどかまでがあんな悲しそうな顔をする。まどか、おとなしくお留守をしているのだぞ。 朝鳥は自ら薬老を手に待たせた男を先に立ててしおりを出た。よもぎが不安そうな目で見送っているのに引き換え朝鳥の方は急いそいそした足取りにさえ見える。東佐賀は遠くもない。大角寺前をよぎって西へ間もなく。かしこのお家でございまする。と男は尊道の曲がりを指さした。草案風な小さい家が見える。 それに似つかわしくない兵が56名かやぶきの門の口に立っていた朝鳥の影を見るや否兵たちの目が鋭く彼に注がれ出した先に男が兵の前に行ってくどくど訳を話している体だった見るからに貧乏医師の封鎖に違いない兵たちは朝鳥の前身とか堀川との関係などは皆目知らないようだった通れ という顔つきをする茨の柿もまずは通れた磯の善にと朝鳥とは初めてであるけれど静かから聞いてはいたのだろうようぞまあと善には下へも置かず出迎えたそして先頃から食も細り食べてもすぐものを突き上げてしまいますし日増しに痩せも見えるなどどうも。 ただならぬ容体なのでと早速一室では当人に代わって静かの容体を語り始めるともあれ見ましょうどうぞこなったへ小さい板橋をかけた向こうの離れに静かは言いた春は浅いそこのひさしをつぼみの梅花がが巡っているうちは深く垂れこめていて香木の匂いがほの暗かった 元は義家だったことなのでつづみや琴の備えはあるがそれらの楽器も久しく人の指に触れるなく置き忘れられている形に見える静香は寝ても言いず教則から身を進めて朝取りを迎えた堀川では幾度か面識もあり義経が信頼していたこともよく知っていた しかしいわば単なる医師と患者との間でしかなかったのに相見た途端になぜか突然と両者の胸に突き上げていた思いがあった危うく静かも涙を垂れ朝鳥も目を熱うしてしまいかけた朝鳥はいつまで脈を見ようとはしないただ滞在していた あまりにも無残なやつれの持った美しさに行使を久しくするのみだった。失礼を。やがてつと彼の体が静かのそばへ動いた。舌たと体を寄せる。胸をはだけようというのか、脈を見るのかと、静かはその品をやや固めかけた。すると朝鳥は彼女の横顔へ我が顔を少し寄せて、その美しい耳元へささやいた。何の。 お案じには及びませんご異常は俗に言う「つわり」と申すものです。ご妊娠に違いありません。静かは顔中に紅を燃やした。もしやとは密かに抱いていた自覚だった。母の善にもそれとなく言ってはいた。 けれど医師の口からはっきりそれと見立てられて今更のようにドキンと生理の宣告を女の体に埋めなわずにいられなかった喜びか恐怖か彼女の生理はまだ当惑の息をできれない明らかに生ける者が身に宿っている周知にもくるまれた大きな動揺にその生命の目もどこかで衝動を共にしている 薬はいりませんただおうれいが禁物です。すがすがとお胸を広く分けて体の養いをお心がけなさらねばなりませぬ。さてもさても。言いかけて朝鳥はふと後の言葉に胸がつかえた。世の常の言葉をもってすればめでたいと言うべきところであろうけれど。<music> よろしければ、いいねとチャンネル登録、コメント投稿などをお願いします。また、私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください。詳細は動画の下、概要欄からどうぞ。